今日の、後半はですね、このせん、あ、すみません、今日の後半は、線形写像の表現序列という話を、します。で、この授業の最初の方でやったのは、その数ベクトル空間の同士のその線形写像を行列で表すっていう話だったんですが、今回はこれをその一般のベクトル空間で同じようなことを考えようという話ですね。で、もともとはその U という N 次元のベクトル空間と、それから V という M 次元のベクトル空間とですね、それから U から V への線形写像 F が与えられたときに、この F ですね、これを行列で表したいと。で、ちょっとすみません、先に次のスライドを見せますけれども、何をやりたいかっていうと、その U と V ベクトル空間が与えられて、 F っていう線形写像が与えられた時に、もしこの U のベクトルが与えられたら、ここからその V のベクトルが決まるはずなんですよね、 F で。で、その時に、U の、ベクトルが B1 から BN っていう係数を持って与えられた時に、じゃあ移った先の V のベクトルはこういう C1 から CN という係数を使って、その線形結合で表されるわけで、この C1 から CM をどうやって決めるかっていう話になるわけです。ですので、具体的にはその B1 から BN っていうこの係数が与えられた時に、移った先のベクトルの C1 から CM っていう係数を決める方法を知りたいというのが、この話の動機です。で、1枚スライド戻りますと、それはどうやってできるかというと、先ほど今やこの話の前でやった定理ですね、U は N 次元のベクトル空間でしたから、N 次元の数ベクトル空間に同型のはずなんですね。で、V は M 次元のベクトル空間ですから、M 次元の数ベクトル空間に同型なわけですね。で、その KN と KM の間は行列で表せる。その写す写像は行列で表せるっていうのは前やりましたから、そうすると全体として、ここが行列で表せれば、ここっていうのは KN から KM の、線形写像の行列表現字を使えば、 F は行列で表せるはずだというのがそのアイディアなわけです。そこで、もう一回言い方を変えますと、まずこのベクトル空間 U のベクトルが与えられましたと。で、それに対して、このベクトル空間、ベクトル U をですね、表すこの係数 B1 から BN を並べて、個数ベクトルを表しましたと。で、それを F で、何らかの形で移した C1 から CM を求めて、これを使って、移った先のベクトル V を表したいということなわけでして、この中間のですね、数ベクトル空間の U' から V' から導く行列を使って、この F の表現行列にしようという話です。とりあえず今はですね、その導出方法を述べますので、寝てても大丈夫なんですが、この後で実際の計算方法を、例題を見せながら示しますので、そこはちゃんと聞いてください。で、まず、じゃあ、導出をちょっと紹介します。で、まず、先ほどもちょっと出た事実なんですが、線形写像っていうのは、その基点をどこからどこへ移すかっていうので決まるという事実に注意します。この場合だと、U の規定ですね、U の規定を、こんなふうに U1 から UN というふうに表しました。で、この U1 から UN を、F でこう移します。で、F で移したものをっていうのは、ベクトル空間 V のベクトルですから、これベクトル空間、これ V1 から VM っていうのはこの V の方の規定を使ったんですけれども、この U1 から UN それぞれ F で移した先っていうのは、この V1 から VM っていうその V の規定の線形結合でこう表せますという、まずこの事実を使うわけですね。で、
この F1、U1 から UM を移った先、この F を移した先のベクトルを、まあ、こちらは W1 から WN という名前をつけておきます。でこの係数 のインデックスの付け方がちょっと特徴がありますが、これ実はあの数ベクトル空間の線形写像の表現行列を求めた時にも同じだったんですけれども、あのインデックスがですね、あの例えば U1 を F で移した先が A の11、A の21っていうふうに、このあいいのか、この行ですね、行列の行の方のインデックスが11、21、31というふうに変わっていくとにちょっと注意してください。でこれをその今はですね、こういう形でこう N 個の式を使って表しているんですが、これをあの行列、この V1 から Vn を並べた行列を使って表すと、こんなふうに表せます。例えば、V1 を F で移した先ですね、この規定 V1 を F で移した先のベクトルがこう表せたんですが、これは実はその V1 を横に並べたものと、それから A11 から AM1 の係数を縦に並べた列ベクトルの積で表すことができます。で、例えば V2 を移したもの、こうですね、V2 を移したものも同じように、ここは同じですね、この V1 から VM を並べたものは同じで、この縦の列ベクトルをこう変えればよいと。で同じようにして N 項のこういう関係式を得られますの で最後にこの関係式を全部横に並べろっつうんですね。これちょっと見てわかるでしょうか。先ほどのこの F の V1 を求めたやつ、 F の V2 を求めたやつで、以下同様にして F の VN まで求めたやつを全部横に並べたと。そうするとこういう形でその係数がですね、全部横並びになりまして、ちょうど行列が1個できます。でこの行列を A と置きます。でこうすることで、そのこの V1 から VN っていうその U の、あ U か、もともとの U の規定をこう移すと、こういうベクトルに移るっていうのを行列を使って表すことができます。さて、そこでですね、そのじゃあ今度はそのベクトル空間 U の、まあ、任意のベクトルを取っていきましょう。さっきはその U1 から UN っていう規定をどう移るかっていうのを表したんですけど、今度はその規定を使ってなんか表された1個のベクトルですね、ここに1個のベクトルがあります。でこれを U で UF で移します。でこれを UF で移すと、これ線形写像ですから、こんなふうにその F をこうばらせるわけですね。F を U で移したものを B1 倍して、点点点で F を UN を F で移したものを BN 倍するというふうにばらせるわけです。で、実はこの2行のですね、各右辺と左辺の間は等しくなるので、実はここも等高で結んでほしい、結んでもらいたいと思うんですが、じゃあ仮にですね、この B1、 この B1U1 から BNUN のこの和というのを F で移したら、この C1V1 から CMVM の和に移ったとしましょう。で、そうすると、これが移ったとするとですね、こちら右辺の方ではこういうふうにかけていると。で、U1 から UN を F で移すと、どこへ移ったかというと、ここにありますように、F の U1 が W1 に移ったっていうのはさっきこっちに書きました。F の U1、F の V1 か。あ、ごめんなさい、ちょっと、そうか、インデックス間違えちゃったかな。あ、すみません、ですね、このスライドが間違ってるんですね。この F の中はこれ V1 じゃなくて U1 ですね。すいません。この F の中 U1 で、この F の中 U2 ですね。で、ここのスライドの F の中は UN になってます。で、こういう形の、まあ、等式が得られることになります。
で、これをやっぱりそのベクトルを並べて、でこの係数を縦に並べた形で書くと、この2行目の等式っていうのは3行目の等式と同じように書けることになります。ここまでこういう形になってます。でところがここですね、この W1 から Wn っていうのはさっきの話で、この V1 から Vn に、右側からさっきの行列 A をかけたものに等しいということをやってましたから、それを代入すると、そうするとこの22枚目のスライドの一番下の式が実は23枚目のスライドのこの真ん中の式になるわけです。でこの中で、左側の V1 から Vm を並べた行列っていうのが等しいですから、あとは残りのその右側からかかっているここですね、C1、C2 から Cm っていう列ベクトルが実は、B1、B2 から Bn っていう列ベクトルに左側から A をかけたものに等しくなるということが導かれます。でこれが F の表現行列です。ですので導き方はほとんど数ベクトル空間の形と変わらないと思うんですが、まあ、ちょっとこの段階を追うのが最初見た時にはちょっと戸惑うかもしれないので、これをなるべく理解するまでよく見てほしいと、確認してほしいと思います。ということで、じゃあこれを踏まえてですね、じゃあ実際に F の表現行列をどう求めるかというのをもう少し具体的に説明をします。でこの説明をやってから今度は例題で説明してやりますので、よく聞いておいてください。まず F っていうのは U から V への線形写像 でその U の規定を U1 から UN で、 V の規定を V1 から VM とします。でまずやることは、ここにありますように F の U1 から F の UN、 この U1 から UN を F で写したベクトルをV1 から Vm の線形結合で表すということです。ですね、こういう形でこう表すわけですね。まずこれが1ステップ目。で、2ステップ目は、その1ステップ目で並べた係数をルールに従って並べて行列を作ります。この時にどう並べるかというと、その U1 を移した時に出てくるこの係数ですね、この係数を第1列に上から並べると。で U2 を移したときに出てきたこの Vi の係数を第2列に並べると。だからこの移した段階で行に並べていた係数をですね、全部行列では列に並べるということに注意してください。でそうしますとこの A が表現行列となります。ということで、じゃあちょっと例題1個やりましょう。これは教科書にもある例題なんですが、例題 6.6 というやつで、教科書は161ページにあるんですけれども、教科書の例題はですね、最初からちょっと難しい複雑な規定を扱っているので、まずその前にこの単純な規定を使って表現行列を求めてみました。この例題はですね、微分によって引き起こされる線形写像ということで、3次の多項式から、2次の多項式全体の線形写像なわけです。で3次の多項式が、A プラス BX プラス CX 2乗プラス DX 3乗だったとしたときに、移った先は、その X による1回微分で B プラス 2CX プラス 3DX 2乗に移るような線形写像にしました。しましたってわけですね。で、この表現行列を求めようというわけです。そこで、まず最初に、この移される方のベクトル空間の規定を、1と X と X2 乗と X3 乗にしました。で、移った先のベクトル空間の規定を、1と X と X2 乗と、こういう規定に対する表現行列を求めてみましょうというわけです。でそこで、まず、このですね、まずはその、この計算の規定の移る先をまず求めます。そうすると、まず1を移した先は、0ですね。でそれを V1 から V1、V2、V3 の線形結合でこう表します。0ですし、それから、X を F で移せば1ですから、V1 の係数が1になると。X2 乗を F で移せば 2X ですから、V2 の係数が2になると。
で x3 乗を x で移せば 3x2 乗ですから v3 の係数が3になると。まずこういうその規定の全部移る先を計算してそれを全部この v1 から v3 の係数にして並べます。で次にこの並べた係数をですねこう規則に従ってこう詰め込んでいきます。で行列を作ります。ここで見て分かるようにこの1行目の3つの係数を A の第1列2行目の3つの係数を A の第2列というふうに入れていくとこの行列 A ができてでこれがこの規定に2組の規定に対するこの線形共作写像 F の表現行列になるというわけです。この入れ方分かりますでしょうか。もし分からない人だったらこの後のレポート課題の時に質問してください。で次にはもう一個例題これですね。こうやってやると実際に例えば1プラス 2x プラス 3x2 乗プラス 4x3 乗っていう多項式を F で移した先をこの表現行列から求めるとですねこんなふうに定義通り出てくるということを確かめています。で次の例は規定がですね今みたいな単純なものではないです。これは実際に教科書に載っている例題です。で KX3 の規定ですね移される方の規定は1と1プラス X と1プラス X2 乗と1プラス X3 乗という形になっています。それから移した先の2乗 KX2 の規定は1プラス X と X と X プラス X2 乗となっています。さっきとちょっと形が違いますよね規定の形が。だから規定の形が異なると表現行列も異なっていくということでまず注意してください。でこの F の表現行列をまず求めたいんですけれどもこうやって求めます。まずその KX3 の規定の移る先を全部求めてみます。例えば1を移せば0に移りますからこれは移った先の規定は全部0倍なわけですね。で次に1プラス X が規定ですからこれを移すと。そうするとこれは1になります。でこの1という表し方はさっきみたいにこの V2 が1の係数が1になるわけじゃなくってこの1っていう多項式をこの1プラス x と x と x プラス x 乗の線形結合で表さなければならないですから v1 を1倍するとこの x が余計なので v2 をマイナス1倍する必要があります。ですので v1 の1倍と v2 のマイナス1倍のというふうに出てきます。あと1プラス x 乗を移すと 2x なんですがこの 2x もこの v1 と v2 と v3 をこの場合は v2 の係数が2でいいんですね。で1プラス x 3乗を f で移したものはこれ 3x 乗なんですけどこの 3x 乗はこの移した先の規定だと v2 のマイナス3倍と v3 の3倍の和になります。以上の係数を全部またルールに従って詰め込むことでこういう表現行列が得られます。で、そうですね、先ほど例えば、先ほども使ったんですがこの1プラス 2x プラス 3x 乗プラス 4x 乗を今回の規定と表現行列で表すとどうなるかっていうとまず1プラス 2x プラス 3x 乗プラス 4x 乗をその今回与えられた規定を使って表しますとこういう形になりますね。ちょっと先ほど違うんですがこの u1 のマイナス8倍プラス u2 の2倍プラス u3 の3倍プラス u4 の4倍っていう形になりますので、で実際にこの行列を使って移すもの数ベクトルはこの係数なんですね。こちらの規定を使って表した時のこの係数をこの行列へ移すと。そうすると2とマイナス8と12っていう数ベクトルが得られるんですけれどもこの2とマイナス8と12っていうのはどういうふうに使うかっていうとこの新しい方の規定ですね。1プラス x と x と x プラス x 乗を規定にした時のそれぞれの係数にすると。そうすると先ほどの例題で同じような多項式を得ることができるという仕組みになっています。ちょっとややこしいですがちょっとこれはこの後実際にレポート課題に出しますので実際に皆さん手でやってみましょう。ということで今日はですねこの線形写像の性質で特に数ベクトル空間とベクトル空間が同型であったと同じ次元のですね、
ベクトル空間とベクトル空間が同型であるという話と、それから線形写像の表現行列の求め方を説明しました。で、あとで、まあ、次回は来年になってしまいますけれども、線形写像の残りの話題で、規定の変換とそれから次元定理という話があります。でそれが終わりましたら、セクション 6.8 の軽量ベクトル空間に進みたいと思いますので、ちょっと内容大変かもしれませんが、来週補講もありますので、十分復習しておいていただければと思います。じゃあ、今日の講義はまずこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。